ライダーたちだからな。強者の条件って知ってるか？目立つ奴は敵を作りやすいけど、その敵から当然のようにみんなを守れる奴を強者って言うんだ。腕が立つだけの人間はただの暴れん坊。で、俺が知る限り、二人は本当の意味での強者だと思うけど。はい。またもシロウの言う通り。今日のシロウは物分かりが良くて、100点満点です。だから。